ここがクロマキー合成スタジオです私たちはこのスタジオを含めて通販サイトの制作からランニングページに動画を入れたりそれから出張して現場の動画を撮ったりというトータルで受注する形を撮ってますこのクロマキーの合成のスタジオはちょっと今私がどんなところでこんなところで私は お話をしているわけですね。そうすると前もって用意したパワーポイントとかホームページとか現場の動画とかそれから地方に行くと観光の写真がいっぱいこう出てくるわけです。このクロマキスタジオの中にはこういうバーチャルスタジオがたくさん用意してありますので。 あたかもそこで撮影したように、まあ、今テレビの、えー、天気予報なんかはみんなこのクロマキーでされてるようですけどこんなスタジオが実は名古屋市西区の佐藤というところに5部屋あります、えー、撮影時間は、えー、その撮影する時間だけです、えー、そんなような、えー、スタジオがここにあってそして、えー、通販サイトができる仲間もいて えー、ランニングページを作れるワードプレスができる人たちもいてまたナレーションを入れたり、えー、翻訳ができたりという人たちも私たちの周りに集まってきてますぜひこのデジタルコンテンツスタジオを咲というものに一度見学に来ていただいて、えー、体験していただくと、えー、この利便性がよくご理解いただけるかと思います。